東京2020大会お疲れ様でした。まずはお集まりの皆様に石川選手からご挨拶をお願いいたします。はい、こんにちは、石川佳純です。今日はよろしくお願いします。まあ、オリンピックは無観客ではあったんですけど、試合がこう終わった後にたくさんの方にお会いすることができて、その中で本当にたくさんの言葉をかけていただいてすごく嬉しかったですし、東京オリンピックでプレーすることができてよかったなと改めて感謝の気持ちでいっぱいです。やっぱり地元で開催されるオリンピックに出場できてすごく嬉しかったですし、卓球を始めて20年以上になるので、その中でたくさんの方に支えてもらって出場できたオリンピックだと思います。僕はオリンピックをテレビで見ていて、石川選手のものすごい集中力と緊張感が伝わってきて本当にすごいと思いました。僕は気がついたら夢中で応援していました。試合で石川選手がチリチリ相手から点を取っていく姿は本当にかっこよかったです。僕も将来石川選手のように日本代表する選手になって、たくさんの人々に勇気や感動を届けられる大人になりたいです。これからも応援しています。今日は本当にありがとうございました。石川佳純選手へ、今日はこのような機会を作っていただきありがとうございました。当選の知らせを聞いたときはとてもびっくりして、嘘でしょと大きな声を出して家族で大興奮しました。オリンピックでの佳純選手のプレーはボールが見えなくなるほど素早くってすごいなと感動しました。私たちを笑顔にさせてくれてありがとうございました。これからも頑張ってください。応援しています。ありがとう。たくみくんへ、応援ありがとう、空手頑張ってねと書かせてもらいました。ありがとう、応援ありがとう。さあ、それでは2人でお持ちいただいてフォトチャンスとさせていただきます。では前を見ていただいて、はい、笑顔はマスクの下でも映りますからね、届きますよ。笑顔でお願いいたします。あかりちゃんへ、応援ありがとう、目標に向かって頑張ってね。はい、ありがとう、応援頑張ってね。たくみくん、 T シャツに何と書いてくれたのか教えてください。かっこよかったです、これからも応援しています、田島たくみ。たくみくんから石川選手にお渡しいただきます。ではまずは2人で持っていただいて、はい、記念撮影です。これからも頑張ってください。応援しています。ありがとう。綺麗。メッセージ T シャツをいただいてすごく嬉しいですし、2人ともすごい一生懸命書いてくれて、私もすごく大事にします。ありがとうございます。